はい、皆さん。こんにちは、ティンダーの役場、ケイグタクです。資格、他にも、栄養食料理についての資格、介護食コーディネーターも、まあ、受けようかなとは一応考えております。ただ、何度でもチャレンジ OK。忙しい方でも無理なく願います。その試験も、まあ、今すぐというわけではないですけども、受けたいなと思ってます。はい。介護食コーディネーターもいいですね。あとは、薬膳コーディネーターも、はい。いいですね。通年で。まあ、ご自宅で受験可能ですが。添削課題もあるので、そこが課題ですけども、受けたいなとは思っています。はい。調理師は、まあ、さすがに私はちょっと、受けない。あえて、はい、あえてというか、もう受けないです。これは。料理が得意でも、私は、ここは受けず、しばらくは受けず、介護で勝負します。介護の資格、介護系の資格で勝負したいと思います。マーティン、はい。他にも食育実践プランナー。これももし受けれるようになったらいいなと思う。何度でもチャレンジ できるので、多分大丈夫だと思います。これも受けようかなとは考えています。あとは、野菜スペシャリストも、はい。ちょっと野菜系はちょっと、難しいけども、ちょっと検討したいです。はい、あとは、料理。添削あり4回。まあ、料理ですね。作れますしね。何でも、はい。用語ちょっと勉強したいです。はい。なお、それに関しての試験に関しては、料理に関しての試験は全くないので、はい。それやってみようかなと思ってます。あとは UCC コーヒー、匠のコーヒー。ちょっとコーヒーもやってみようかな。どうかな。あとはスイーツコンシェルジュ。まあ、スイーツね。受けたいな、スイーツでも少し、はい。他にビジネス系では衛生管理者。これはですね。さすがに行政書士は難しすぎますね、さすがに。受けたくないけども紹介だけはします。受けないけども紹介します。社会保険労務士もありますし、あとは司法書士。これは高卒認定試験関係ないです。もう高校卒業してるので、はい。公務員、最初私、当時公務員も考えてはいたんです、実は、はい。しかし私にとってはちょっとね、公務員はあまりダメとは怒られました、当時、はい。あとは、メンタルヘルスマネジメント。ないけど、はい。秘書検定。サービス接遇検定もあるけども、秘書検定。これ、男性、女性関係あるけども、受けたことないです。中高校時代。全く受けたことないです。はい。建設業権経理士、ありえへん。マンション管理士、もへん。ありえへん。はい。気象予報士はさすがに無理ですね。どう考えても、はい。これはですね、確率としては低いです。はい。合格率が。はい。あとは、お掃除スペシャリストは、それは、ありえへんです。それは私でも。就活アドバイザーもありますね。日本語教育要請もあるけども、そんなん、ありえへん。あとは、手書きポップ。試験は、多分ないけども。手書きポップもやってみたいな、私も、はい。あとは、愛犬飼育スペシャリストに、私動物大の苦手なので、はい。ネイリスト検定も関係ないし、インテリアコーディネーターもあります。サービス接遇検定、そもそも受けたことないです。はい。ぜひ受けてみたいなとは思ってはおります。はい。あとは、パーソナルスタイリスト。でございます。はい。というわけで、ここまでにします。それじゃあ、バイバイ。